顔面に前蹴り、ここはハンドスピングオーバーヘッド、見事に決まった。そしてホールの体勢、これはカウント2、もういいのは完全に遠藤に任せてますね。そうですね。さあトップロープ、ここからおお、あ、本田が蘇った。遠藤哲也にここは流れ式か、これを食らうと形勢逆転ですね。さあ、おお、ここで一回いくか、流れ式のブレンバスター。しかし遠藤が立った、これもかわしてエクスプロイダー、ここでドロップキック、今度はいいのは逆水平、ジャンピンにパット。そしてまだ安西がいいのを見てるぞ、ホットスピアー、いいスピアーが決まりました。今はお互いにスピアを狙うんですかね。そうですね、スピアの相打ちみたいな感じですかね。お互いですね、やはりお互いに負けたくないという気持ちが出たんでしょうか。ここでブレンバスター、いいのを投げていった本田隆起。試合時間15分経過、15分経過、リング上は遠藤哲也と本田隆起です。もうノンストップの15分ですね。そうですね、あっという間ですね。ここでおっと手でラリアット、そしてもう一発、本田が遠藤立ち上がるのを待っています。勝っていった。そしてホールの体勢、これはどうだどうだ、遠藤かわした、カウント2。いや、今のラリアットパワフルでしたよね。小橋さん、これ決まったかと思いましたね、はい、今ね。そうですね、ただこっから遠藤君がね、あ、でもファイナルベント狙ってますよ、これ決まるとまずい。ホンダのファイナルベントが、おっ、これはかわした、ダイヤットもかわしたぞ、うん、おスピア、いや、これはいい連携ですよね。さあ、イーノのスピアが見事に決まりました。ここは安西が間に合った、そしてその安西をイーノがリングした。ここは遠藤に託しましたね。さあ、トーチャーラックいけるか、持ち上げることができるか、抵抗してますね。本田隆起を持ち上げることができるか、遠藤哲也、持ち上げた持ち上げた、そしていけるか、回していった、トーチャーラックボム決まった。おっと、カウント2、返しました。そして遠藤トップロープ、ここで決めるか、バーニングスタープレス、オッケーオッケー、今日のところは俺たちバーニングの勝利だ。このベルトは勝った俺たちのもとにある。ただ君たち二人ニューピリオド、本当の意味で君たちの時代が来るのも遠くないんじゃないかなって思いました。その時が来たらまた俺たちと戦いましょう。ありがとうございました。ちょっと待て、本田君、よしひこ使うのはいいけどちゃんと事務所に返しといてね、よろしく。遠藤選手、飯野選手、
はい、防衛おめでとうございます。ありがとうございます。次の防衛戦なんですが、4月7日後楽園ホール大会を OK やりましょう。そう、はい、誰か戦いたいいます。戦いたい相手、今日防衛して、はい、俺は指名したい相手がいます。誰でしょう。秋山純。秋山さん、俺はこのベルトをかけて秋山さんと試合がしたい。防衛おめでとう。いい試合だった。本当にいい試合だった。タッグだよな。KOD タッグのベルトです。はい、俺一人しかいないんだよ。まあちょっといつですか。4月7日です。4月7日、それまでちょっといい選手いたら X でやってくれる。プロレス界流行ってるだろ、 X って。X で X でいい。ああ、秋山さんさえいれば誰でもいいです。いえ、わかった。ああ、俺ちょっとさっきの試合でちょっと面白いことやってたけど、はい、もう一回体整えて君らの前に立ちます、はい、それでは4月7日後楽園ホール大会 KOD タッグ選手権試合、チャンピオン遠藤飯野組対挑戦者秋山 X 組決定いたします。4月7日、皆さん期待しておいてください。小橋さんも秋山純もいない新しいバーニングで俺たちが必ず防衛します。I am Burning! We are Burning! No, no! I am Burning! We are Burning! Yeah!